劇場様、ホテル、健康ランド様、お願い申し上げますな。お願い申し上げますな。はい、皆さんおはようございます。大見飛龍です。コンビニのご飯が続いてるんですけれども、お客様から野上の食パンをいただきました。もうめちゃめちゃ重たい食パンです。それとパスタ、サラダ、そしてブラックのアイスコーヒー、いただきます。あなたたちたまには写しといてあげよう。はい、ジャッキー、はい、ジャッキー、よーしよし、ジャッキーです。一番賢くて一番バカっぽい犬です。まあ、いわゆる一番人間に近い感じですかね。はい。あ、珍しいね、ペロペロするの。絶対ペロペロせえへんのに。はい。で、いつもおなじみポンちゃん。ポンちゃん、あ、お、せえって。よし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 、よかった。よかった、よかった、よかった、よかった。よしよし、みんなよしよし、わかった、わかった、わかった。よしよしよし。よし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 。よしよし。よし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 。もうこの3匹は仲良く、和気あいあいとやりながら、そして1日に数回喧嘩して、楽しくやってます。よしよし、わかったわかった。お父さんそろそろ行ってくるからね。行ってきまーす。よし、行ってきます。行ってくるよ。ガン見してるね、ポンちゃん。モーラスパップ 60mg。使用期限いけるかな。使用期限が、2023年の10月。OK、使えるね。あの、実は、この、左の手首をね、寝てる間にね、なんか変な曲げ方してたのかな、ちょっとおかしいんですよ。痛くて痛くて、この親指の付け根のところが、うん、あの舞台には全然支障はないんですけども、このパソコンで編集してたら指が痛くて指が痛くて、ちょっと尻尾張ります。舞台出るときはね、もちろん外します。ちょっと大きすぎるよね、これ。手首にこう貼るにはちょっと大きいよね。ちょっと切るわ。おしょ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 。今これで2分の1なんですけど、これ2分の1でも大きいな。これぐらいで、あ、ちょうどいいや。どっちみち舞台出るとき外すし、つけたり外したりつけたり外したりするんで、いっぱい作っとこう。オッケー。はい。なんやろ、腱鞘炎みたいになってるんかな。なんやろ、痛いわ、すっごい痛い。うん、まあ、これで大丈夫でしょう。劇団困ったことあるある、一つお話します。インターネット環境、これが劇団、どこの劇団も今一番困ってる問題やと思います。フリー Wi-Fi とかね、ある場所はいいんですけれども、 Wi-Fi などの設備が整ってない劇場、健康ランド等は本当に大変です。このなんていうの、生配信、 YouTube、 もしくは、いろいろなデータのやり取りができないんですよ。これは本当に不便です。だから本当に切にお願いします。劇場さん、そして、ホテル健康ランドさん、もう本当にできる限り、できたなら劇団専用の Wi-Fi 回線を引いてください。よろしくお願いします。それだけで全然変わります。僕たち本当にお願いします。僕もこの YouTube、まあ、今はずっと家にいるから大丈夫なんですけども、だいたいね、劇団さんってポケット Wi-Fi とかね、そういうのを持ってはるんですけども、あれって7ギガを3日間やったっけ2日間やったっけ、使い切るとね、すごいね、低速度になるんですよ。じゃあもう全然使い物にならない、1ヶ月なんか持たない、到底到底。まあ、今はね、スマホにね、 iPhone とかにつなぐと100ギガとか無制限とかがあるんで、パソコンが Mac ならそれとね、リンクさせて携帯電話の回線を使うことができるんですけども、やっぱりインターネット回線の Wi-Fi 回線は全然スピードが違うんで、もうそれがあるので全然僕たち楽になります。なのでもう一度お願いしておきます。劇場様、ホテル、健康ランド様、劇団専用のインターネット回線を引いてください。お願い申し上げますな。お願い申し上げますな。
というわけでございまして、お昼の部も終演しまして、お昼ご飯です。今日のお昼ご飯はこちら。今日のお昼ご飯は牛丼でございます。ちょっと体のことも考えて炭水化物は少なめです。ご飯は小盛り。いただきます。ぬくいの？ぬくいで。ぬくい？うわめっちゃええ天気。ぬく、めっちゃぬく。やったらあかんけど、この非常階段でバーベキューできるやん。やったらあかんけどほらこんだけ広いねんもん。ああ、そういえば去年はここの階段とかで動画撮ったな。緊急事態宣言で舞台ができん時、なんかいろんなことやったわ。このベランダで、ベランダじゃない、非常階段の踊り場ベランダじゃない、うん、なんかやったな。いい天気。ああ暑いわ。あ本当に日差しが痛い。あ今年はちょっと色が黒くなりたいな。いや暑い。いや本当にね、今年はね健康食になりたい。ちょっとね顔色が悪いのよ。なので今年はちょっとベランダで焼くか。海とかも行けそうにないみたいやし、ベランダで焼くか。たらいのプール出してちょっと色黒になるかね。はい、お疲れ様でございました。というわけでございまして、いつもの帰り道トークでございます。吉村知事が緊急事態宣言を国に要請したようでございますけれども、僕たちが思っているほど重たいものではないようですね。吉村知事もそこまで重たいものは今回は出さないのかな。国が受け入れてくれないのかどうかわからないんですけれども、今回どうやら劇場の方まで要請は出ないように思われます。まあ、まだわからんけどね。あと8日間、いや9日間か、あと9日間。やり続けたい。やり続けたい。ゴールデンウィークに合わせて、緊急事態宣言出すって言ってるから、なんか毎日帰りがけこのトークになってない？まあね、もうそれしか、もう今現在救急車が来たよ。いやでも本当に大阪の病床率もう本当に足りてない状態ですからね。交通事故になっても受け入れてもらえないっていう感じになってるみたいです。なのでもう怪我もしないようにしたいと思います。本日もお越しいただいたお客様ありがとうございました。本日も今から少しばかりのお酒を飲んで眠りにつきます。歌の歌詞みたい。あ、抱きしめたいか、僕少しばかりの眠りにつくけれど、灰色の街駆け抜けた君のさようなら。